突然ですが、2024年3月16日36 GP インスポーツランド山梨、たくさんのワクワクいただきました。オフ会と一緒でサーキット見学に行くと、いろんなパーツ実際に見れて、まるでアルトボンだっていう感じですね。カタログよりも実際に見れる展示会だ、いろんな体験できる楽しいオフ会やサーキット、走る楽しさも体験たくさんあると思います。少しだけ愛車ご紹介、またまた突然ですが、こちらのブラックボディ愛車ご紹介。今回4代目 36GP インスポーツブランド山梨、カズ HA363 ですね。ブリッジタービンの交換、 ECU の書き換え、100馬力オーバー、 HKS の EVC ブーストアップ仕様ですね。かっこいい、なんか帰っていく結果の方がかっこいい、戻っていく方がかっこよかったです。アキナさんもいましたね。伊沢工業のギガ ST オールステンレスマフラー、栄養としてますね。インタビューできなかったところはミンから見せていただきました。カズ HA36S3 参考にさせていただきました。あ、はい、ちょっと映っても大丈夫ですか、はい、ですということで、エンジンルーム見せていただきました。これ僕もつけてます。アマゾン仕様ですよね。これは私も愛用しています。アマゾン仕様ですね。汎用オイルキャッチタンク、アマゾンでただいま2430円でした。これ買ったって、2月、去年の2月に。そしてこれパワーシートですね。同じ時期に買いまして、これ中島さんにもこれどうしようって言ってました。ボツとなりました動画です。シエクル、そしてこれシエクルのミニコン DS ってやつですかね。これあれですよね、 Amazon で。 KC テクニカのインテークサクションパイプ、アルミ製ですね。似たような売ってますけどね。これ Amazon に似てるのあって、これ買おうかなって思ったやつですね。フルブースト時安定とレスポンスアップが期待できる商品ですね。 Amazon 海外品のイメージがありました。半額ぐらいですね、 KC さんの。こんなやつなんですね。これ HKS のスーパーパワーフローというエアクリーナーですね。キノコですね。タービン変えてるんか、これ。タービンを変えてる仕様なんですね。ノーマルタービンはボーンしたそうですよ。EV なんとか言うか。EVC7 ですね。ブーストコントローラーでブーストアップされていました。あれか。どうなんでしょうね。何キロ？すげえ。あ、100馬力オーバー、私の2倍ですね。これは今外交で 1.25 まで。1.2 を超えている。私 1.0 超えてないですよ。1.45 ノーマルタービンかけた。ここありますよ。ブローしちゃったんですね。何歩かけてるんですか。中島さんはそこまで上げてないでしょ。怖い怖い。どのギリギリ限界が 1.4 ぐらいまでなんですかね。そんなかけたら壊れんちゃん。すごい。これ貴重な写真ですよ。グピョーさんとキャドカーズさんで、これボルトオンターボシステムというブリッツの商品を多分これつけられてるんですね。ブーストがボーンしちゃったからこちらに変えたっていう話ですね。そしてこちらミンカレーをお借りしました J-WAX のオートジュエールのフロントパイプを交換されてるみたいですね。オイルクーラー、あ、これはこれでもバンパーでも切ってんじゃん。 HKS のオイルクーラーですね。オートバンパーやってくれるんですかこれ。あ、やってくれるの、これバンパー切んの。あ、そうなんですね。トラストさんがイベントに来られたんですね。ここを切んねんね。もうぶった切ってるの。バンパーをぶった切る仕様なんですね。これ何でもオイルクーラー冷やすのいいみたいですよね、やっぱり。これはそのままやね。これは網張っただけ。
何ぐらいで貼ったの、ね、ちなみにこれテイクオフさんのクロスの、フロントハーフスポイラーをつけておられました。これつけたらやっぱ冷える、このクロスのこのワンペンみたいなので聞きました。60、70度ぐらいになるんですか。サーモスタット内蔵で作動温度は75度から82度のプラマイ2度ということみたいですね。カタログ値冷やすのが大事みたい。あーうまい、今の面白いですよ。今の中島さん的視点ギャグだと思いました。ヒヤヒヤチューニングですね。カズさんには受けましたね。オートバックさんのイベントでインタークーラーも買えたそうです。私はアマゾンで買いました。私は中島さんにインタークーラーどれがいいですかって相談した記憶があります。アマゾンで買いました。モンスターのインテークも、ね、そしてバッテリーステイですね。これお気に入りですよ。私これ700、800円かな。これアマゾンで今1328円で売ってましたね。あ、オフ会でいただいたものなんですね。あ、本物かな。ほなこれ多分カズさんのは本物だと思いますよ。パワコンみたいなやつ。私のはよく分かりません。あ、アーシングか。でもステッカーついてました。抵抗。あ、このバッテリーの上に乗ってるのはこれプラシーボのやつ。これ ECU も配慮しようみたいなの。そしてブリッツのアクセスコンピューターっていうやつですかね。ボルトンターボ専用チューニング ECU データ仕様みたいですね。EVC とか、EVC は HKS。 EVC7 ブーストコントローラー HKS ですね。うわめっちゃ誰かやってたこれ。 YouTube で昔めっちゃ速そう。そしてあ、これサイドステップ見たことある、36鈴木さん製オリジナルサイドステップだそうです。結構いますよねこれ。私いつもネット YouTube 参考にしています。ワクワクありがとう。ワクワクワクスレッシング。ちなみに私のブーストはこれ 36GP に向かう時ですね。あ、これあまりかかりませんね。ちょっと踏んでみましたよ。ブースト 0.95 ぐらいしかかかってないですね。まあこのブースト系合ってるかわからないんですけど 1.0 ぐらいはかかってるかなと思いました。チャンネル登録よろしく。